皆様、こんにちは。今晩の相場展望チャート分析編、7月12日の分ですね、お送りしたいと思います。えー、ちょうど今、ドル円のこれは冷やしをご覧いただいております。ちょっといらないところの線だ消しちゃいます。すいません。えー、っと、まずですね、えー、ドル円に関して、えー、昨日137円の75銭というその高値を更新をいたしましたが、えー、今日は朝方のコメントを書きましたように、 今日は一回崩れそうだなというふうに考えていて、飛びついて137円台買わない、6の90ぐらいで買いたいというのが朝方のイメージでございました。夕方の5時、6時まで待ってても137の10も割れず、時間になりまして、オーダーはキャンセルになりましたが、この時間になって136円の727まで下落をしてまいりました。まあ、自分としてはですね、 えー、まあ押しは一回買ってみようというスタンスなんですけれども、まあ百三十六円の、えー、今日は六号で、えー、買いを置いて、百三十六の四丸でストップを、えー、そして、えー、ロングの利食いは百三十七円の一丸、えー、でイメージをしてみたいというふうに思います。ちょっとだいぶちょっと上値がですね重たくなってきた感じがいたします。えしたがって、えー、ちょっとはその昨日ですね。 盛り上がりすぎて7円の75までやった分、あとすると、1回緩んで朝方7円の025からこう午後にかけて137円のミドルをやりまして、ここでやっぱりあのその分ですね、137円の3040ゾーンぐらいでロングができてしまったんだと思いますね。で結果的にそれが137円割れにストップがあったものを引っ掛けられ、ずるずる崩れているといった展開です。ただし えまあ明日出てくる CPI 非常に強いという話もありますので一、えー、回下がったところのロングは一回作ってみたい6 65の回6号の買い6の4マストップ7の1マ利食いでイメージをしてみたいとドル円は思っています次はユーロドルですユーロドルはまあ今日はですね非常にあの、えー、激しいもう非常に長いもみ合いがございましたこのパリティのところですね。 はい、えー。5分足見てみたいと思います。今日1回、あの、早い時間帯に、まあ10時過ぎぐらいに、1回この10が割れて、061までビットベース攻めて、1回失敗で2 30の上まで持ち上げられ、えー、次に、えー、午後2時近辺、えー、048まで攻めて、えー、失敗で、えー、39まで上昇。えー、そして、えー、ここがですね、この時間帯、えー、ちょうど、まあ4時、 50分、55分ぐらいから、えー、延々とお6時50分まで約2時間、ここでパリティを、えー、狙っては跳ね返され、狙っては跳ね返されという猛烈なあの長い、えー、2時間の揉み合いがございました。そして1.0000 00売りまで、えー、下がりまして、ビットベースがここで見えているように0.99997なんですけど、 えーまあ、出会いベースでどこまで行ったかちょっとはっきりわからないんですが、少なくとも売りがパリティのところまで、えー、1.0000 00売りにはなったで、今、この30、特に40超えて、まずこの30ですね、ストップがついて、この40のストップがついて、今、561まで跳ねてるというふうに思います。これ、明らかにこのちょうどを狙った、えー、ショートの人間の損切りだと思います。 ただ、方向感から言ったら、パリティのやっぱり下はですね、もう一回狙いに行く可能性が高いというふうに考えておりまして、1.00の私、75で売りを、そして、ストップロスを1.01で、1.01ちょうどでストップを考えてみたいと思います。で、まあ、ショートの利食いとしては、 えー、次にもう一回パリティ割れるかどうかという問題ありますけど、一応夢を追って0.9985に買いを入れておきたいなというふうに考えております。完全にこれ、あのパリティ狙いに行って売った人間が今、完全に損切りをさせられている状況になりました。次はユーロ円です。ユーロ円もですね、えー、これは今日、えー、ちょうどあの、 ユーロドルが下がっているときに頑張って137円ちょうどを割り込みに行っておりましたけど、これ失敗で、今2030が抜けて、今明らかにストップロスで買ってる感じになります。ただ、これがユーロドルがもし跳ね上がれば、ユーロ円も137円の6号ぐらいまで行くだろうというふうに考えておりまして、引き付けて7の6号の売りで、138円ちょうどのストップで、 あとショートの利食いとしては137の1号で考えてみたいと思いますあ今ドル円のあれですね私今6号つきましたねこれ。はい。え次ですえポンドですえポンドタイドルから見てみたいと思います えー、ポンドもこれ大きく、えーまあ、吹き上がっている状況でございまして、えー、ショートの損切りの買い戻しだと思いますこれもうちょっと上がったところは私1.08の,の、えー、この80のところは売りたいなと考えていて1.18の、えー、80で1.19の、えー、こちらの方は1.19の10で、えー、ストップを考えてみたいと思います 1.1880もし売れたら1.18のえこちらの方は30で買い戻しを考えてみたいと思います。えー、対円ですが、ポンド円は十分に引き付けてえこちらの方も162円のえまあ5丸で売りをイメージして もしこれが抜けてきたら162円の8時丸で損切りをそして161円台161円の、えー、これは9丸でショートの利食いを考えてみたいと思います次、OG n です。 OG もですね、今、大きくショートカバーをしてタイドルでショートカバーしてまいりましたが、0.67台、ミドルを超えたところ、引きつけて、売りから入りたいなというふうに考えています。0.67のこちらの方は、65で、売りから、そしてストップロスを0.68超えたところで、 0.68でストップロスを見たいと思います。そして、えー、少なくともそのショートの買い戻しなんですが0.67の、えー、10で、えー、イメージをしてみたいと思います。えー、次、OG 円です。えー OG、はですね 結果的にあまり大きなショートカバーにはつながっていません。まあ、引き付けたい方向性としては、やっぱり大変は売っていきたいというふうに思います。今、91円の9号まで下がって、戻りの売りとしては92円の4丸あたり、戻り売りで、そして92の、この直近高値の、今日の高値ですね、超えたところ92の7丸でストップを。 そして92円もし売れた場合には91円の、まあ、今日の安値ですね91円の9号で買い戻しを考えてみたいと思います最後ニュージーですニュージードルニュージードルはちょっと高値抜けてきていますちょっとストップ気味に買ってますけれども引き付けて0.61の自分とすれば40あたりで この辺りでやっぱりショートを振ってみたいです。0.6145で、ストップは0.61の、えー、まあ、80ですかね。0.6180でストップを。そして、えー、買い戻しは、えー、0.61割れたところ、0.6085で、えー、レベル的に買い戻しをしてみたいなというふうに思います。 チャートがこう聞いてるポイントではないんですけどね。この下っての、あの、0.60台って、実ははっきりとしたポイントがえ、月足見ても、あまりはっきりとしたポイントがございません。なので、まあちょっと0.60、えー、台に入ったら、えっ、ー、と、しっかりリグっておこうかなというような感じで見ております。えー、ニュージ児ーンです。 ニュー事ンは引きつけてこちらの方も戻り売りから入ってみたいなというふうに思います。84円台、このあたり、84円の1丸で売りを。そして、ストップ84のこの5丸の手前ですね、4号でストップを。 83台、えー、このあ、まあ、4 83の4号で、利食い買い戻しのイメージを作ってみたいと思います。今、お話ししてる最中に、えー、136円の6号が入って、今、73ぐらいまで戻してくれて、まあ、利が乗ってまいりました。まあ、137円台に乗っかったら、10つかなくても、叩いてやめてしまうかもしれません。えー、とにかく、えー、今日はですね、 えー、ちょっと無理して高いところを買ってしまったドル円のロングの投げと、あそれと、えー、パリティをつけに行って失敗をして、今、炎上しているユーロのショート、これで今、ショートカバーしておりますが、トレンドとすれば、やはりユーロ売りで方向性はいいだろうというふうに考えています。したがって、引きつけて、十分に引きつけて、えー、今日は1.0075の売り、1.01でストップ。 えー、利食いイは0.9985において、まあ、自分が見てる最中にもし利が乗ればですね、えー、買い戻しをかけてしまってもいいだろうというふうに思います。はい。ということで、えー、本日の、えー、今晩の相場展望チャート分析編でございますが、えー、この辺で失礼させていただきたいと思います。えー、また何かございましたらぜひよろしくお願いしたいと思います。それでは、失礼いたします。 JFX 株式会社代表取締役小林芳子ですいつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分ととても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます業界の中では数少ないスキャルピング OK であること 連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、薬状スピードが最速0.001秒とサクサク薬状することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦、JFX YouTube 限定企画経由で新規講座解説をしていただき取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされかつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたしますオリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツチャートパターンスキャルピングのためのテクニカル分析など 私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中根トレードや実需についてもお問い合わせが多いのでこちらもコンテンツに入れております。YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますのでぜひ講座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。